日本時間6月4日、リーグ最高勝率を誇るフィリーズは本拠地シチズンズバンクパークで中地区首位のブリュワーズとの3連戦がスタート。その初戦は頼れるエースが好投を見せ、3対1で勝利した。フィリーズ先発のザック・ウィーラーは7回裏にソロ本塁打を浴びたものの、7回114球を投げて被安打5、奪三振6、4、9、3、失点1の好投で7勝目。 3, 敗をマーク3番手のホセアルバラードが10セーブ目を挙げ、ブリュワーズ2番手のブライス・ウィルソンは5回3分の2を6安打3失点で2敗目、3勝を喫した。動画、フィリーズのデイビッド・ダールが1号ソロを放つ MLB.com より、地区首位に立つチーム同士の対戦となった一戦は、フィリーズが2回裏に西1。 3塁のチャンスを迎え、エドムンド・捜査とヨハン・ロハスの連続タイムリーで2点を先制。4回裏には今日メジャー昇格を果たしたばかりのデイビッド・ダールが1号ソロを放ち、リードを3点に広げた。先発のウィーラーは7回表西からリース・ホスキンスに10号ソロを浴びたものの、114球で7イニングを投げ抜く力投。 2番手のジェフ・ホフマンと3番手のアルバラードが各1イニングを三者凡退に抑え、2点のリードを守り抜いた。ウィーラーは7回5安打1失点の好投で7勝目をマーク。1先発あたりの投球イニング数は6を超えており、防御率も2.23へ向上した。5月末には34歳の誕生日を迎えたが、質と量お金備えたハイクオリティなパフォーマンスは今季も健在。 今年3月にフィリーズが来期から始まる3年1億2600万ドルの大型契約を与えたのも頷ける。フィリーズはこれで今季42勝19敗。貯金は再び今季最多の23となった。